久保さん。久保さん、毎日見てるんですかすごいっすね。<laughs> 僕ねさ、なんかね、あの、今は全然知らなくて。ってか、アントニオ猪木さんが YouTube やってたっていうのは、何年前かなあ、なんかやってるなみたいなんで、全く見てなかったんですけど、びっくりして、あの、全然顔ちゃうじゃないですか。もう本当に死にか、ちょっと言葉悪いですけど、もう死にかけですよ、もう。 まあその昔のね、現役バリバリのイメージからすると、もう全然もうなんかもう、ねえ、もう弱々しいというかおじいちゃんですよ。いや、あれはね、ちょっとね、衝撃的でしたね、昨日見て。こんななっちゃってたんだ、みたいな。うーん。だけど、まあ、久保さんも言ってますけども、ね、あの状況でもね、あの、やっぱね、伝えるっていうのはすごいなと思いますけどね。うーん。 でも体を衰えてるし病気と戦ってるかもしれないけどやっぱ魂強いなというところでございますね、うん、まああのー、今日やらなかったら今日は訪れないと今日はもう訪れないみたいにしておきましょうかタイトルは今日積み上げなければ今日っていうのはもう終わってしまいますから、まあ、2021年はもう6月 えー、半分ですね今、6月14日なので、どうすかあと半分したら6月終わっちゃうんですよ。7月ですよ。夏休み。で、オリンピック開催したら、オリンピックがバーってなってね、終わり、終わり。そしたら、秋、冬、はい、終わり、<laughs> 今年、2020円どうだいでしたかみたいな話で。だから僕もね、あのー、最近思うのが、本当年取って良かったなと思うことが結構多くなってきましたね。なんでかっていうと、時間の価値ですよね。 だからそれがすごく、今やらないと本当にできなくなるなっていうのが、本当にそのゴールが見えてきたというか、まあ、久保さんより10年年下ですけど、やっぱ髪の毛も薄くなってきたし、30っていうのも終わってもう40ですよ。自分が40歳になるっていうのはね、想像つかなかったし。なんでね。まあでも逆に言うと、逆に言うとね、久保さん40からネットビジネスか。すげえなと思いますね。これは逆に言うとね。 ね、すごいですね。<laughs> 40からようやりましたね。うん。僕、だから、やっといてよかったなと思いますね。20代からね、やっといてよかったな、みたいな。だから、今ね、結構、まあ、なんだろうな。うーん。なんか、楽ですね。楽 <laughs>。まあ、やること、だやることがメイク、なんだろうな。 まあ、ネットビジネスをやるにしても、1冊は1っていうのは分かってるので、だからこれね、40歳から、じゃあ、ククやりましょうって結構しんどくないですか <laughs> うん僕はまあ、あとやればいいだけなんで、やればいいだけのことを何をやればいいのか分かっているので、ある程度ね。やればいいだけなんですよ。集客して商品売ればいいんで <laughs>、あと関係性構築するためにやることやればいいだけなんで、それ全部や分かってるんで、あとやるだけですよね。 すげえ楽ですよね。なんか一から覚えるってことをもうする必要があんまないので、うん、まあ基本みたいなのはもう出来上がってますから、まあ非常に楽ですよね。だやっといてよかったなと思いますね。だけど結局やっといてよかったなと思うけど、今日もやるってことですね。で、今日もやるってことは10年後、あの30代の時にやっといてよかったなってなるだろうし。わかります、うん、今日やらなければ10年後の自分、過去を振り返った時に、 あ,あの時やっとけばよかったなーになりますし、10年後振り返った時に、あ,あの時やっといてよかったなと、やっとけばよかったかなーとかになるのか、やっといてよかったのかな、やっといてよかったってなるのかは、それは今日であると。今日のあなたの行動であると。それが全てかなというところですね。久保さんも間違いなく40歳、遅かったけど、間違いなくやっといてよかったになってると思います。あの時やっていなかったら、今の久保さんは120%ないですね。 1>, いや1万ないでしょうね。今の久保さんは。なんか YouTube でのんきになんか動画撮ってるだけみたいなね <laughs>。うん。まあネットビジネス始めなかったら、まあ今のね、金利とかにも行き着いてないだろうし、軍資金ないですから。うん。うね。はい。ということで、久保さんはね、メインチャンネルなくても今やってるわけですよ。<laughs> 久保さん見習ってきましょう。 だって、久保さんもうちょっとで50っすよ。50の人がね、アカウント停止になって、またサブチャンでもバンバンやってるわけじゃないですか。これもね、やっぱね、すげえなと思いますけどね。うん。でもそれはやっぱ分かってるからですよね。うん。みんな分かってないんじゃないのかな、年取ること。年取ること分かってないんじゃないですかね、みんな。いや、ほんとね、猪木さんのね、見てほしいです。ああなりますからねあ。みんなああなるんですよ。 年取るんですよ。予防予防になるんですよ。動けなくなるんですよ。わか、分かってないのかなだかそれをね、本当にね、あの、うーん、心に、肝にね、まあ、日々命じた方がいいと思いますよ。やれる時間少ねいっつって。やれることどんどんやるべきですよ。挑戦、挑戦したくても挑戦できなくなるんですよ。挑戦したら怖いとかね、失敗したら怖い。いや、そもそも失敗もできなくなるし、何もできなくなりますよって話で <laughs>。 だから、YouTube やるって挑戦ですかね ?0 円ですよ。ね、やりましょう、やりましょう、言うてますけど、0円でできるものが挑戦なんでしょうかね、果たして。うん。ね、これがね、1億、なんか、起業して1億円なんか必要だとかね、まあ、何百万必要だっていうことだと、あれ、挑戦かもしれないですよ、飲食店員。今はねこの、このコロナ時期に飲食店をね、何百万、何千万かけてオープンするのは挑戦だと思います。間違いなく。 でもねクーラーのんきにかけて YouTube でなんか動画撮る挑戦ですかね。<laughs> はい、いってらっしゃい。